日3連戦してられます。千葉の石井貴子選手です。よろしくお願いします。お願いします。まだ先月のワールドカップ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。環境などはいかがだったでしょうか。はい、自分自身は、体調も脚力も取り組み方も以前と何も変わらないんですが、周りの人の目見る目といいますか、が変わったなというふうに感じています。G1 になってから大きなレースを勝つのは初めてだったので、コレクションだった時との違い、周りの変化は感じます。なんとすぐに松戸のここでもイベントがあったと思いますけども、はい、そこはどうだったでしょうか。はい、実はワールドカップの前検日の朝に、すでにサマーナイトの PR ということでお話はいただいてて、それがひょんなことから優勝報告会に変わったというような感じでしたので、日程の変化もなく、貴重な機会をいただけて、お客様の前にもすぐに報告に上がれてよかったなと思います。とてもいいタイミングだったっていうことですね。本当に施工者さんすごいなと思いました。今回地元戦で最後のワールドフェスティバルですけども、そこにかける意気込みはどうでしょうか。はい、地元で最後というのは意識していたのは枠取りの段階ですね。優勝回数で出場権を取らなくてはならないので、最後の大会地元で誰もいないのは寂しいことだと思っていたので、選考期間の段階では地元だというのを非常に意識していました。ただもう選考が終わって実際現場に入ってこれば目の前のレースに集中していくだけなので、どこで走ってもいつ走ってもやること変わらないと思うので、自分にできることを精一杯頑張ろうと思います。 G1 が決まったことで、優勝したことで、グランプリも決まったんですけども、それに向けては今どういうふうに取り組まれてますでしょうか。はい、そもそもワールドカップ入るときに G1 を勝ちたいとか勝ってグランプリをという気持ちは全くなくて、G1 自体にも初めての出場だったので、そもそもどういうものかっていうのを現実問題でイメージはしてなかったので、本当に普段の開催と何も変わらずに準備をしてきました。なのでこれからも普段の開催を走っていきますし、汗もぎゅうぎゅう詰めであんまりこう考える余裕もないような状態なので、今はピンときてないです。でも一層一層大事に走っていくっていう形ですね。はい、もう今までというか、もうワールドカップ前の取り組み方と何も変わらないなと。明日なんですけども、メンバーを見て戦い方はどうされますでしょうか。はい、4番車からなので、しっかり並びも見て、考えてチャンス逃さないように走りたいと思います。分かりました。はい、では、地元戦3日間意気込みをよろしくお願いします。はい、3日間精一杯頑張ります。応援してください。